ですね、右の方に行くと海老の高原ですね、あ、海老の市、その奥に海老の高原、小林市の案内は、そこを通って小林市に行けますよということで、だいぶ前のその道の案内にですね、あったんですね。この、あ、錦町になってる、もう、なんていうのかな、この道をずっと行ってさらにいい道があるのかなと思ったけど、そういう意味ではなかったです。あれ？錦町に入りましたね。すぐ錦町なんだ。多分錦町の道の駅までそんな遠くないんじゃないかなって思います。だけ行ったら市房ダム、市房山、なんかそんなのがあるんかなってね。 そのダムではないんだけどね、なんか一度だけかなり奥まで入り込んだことはあります。なんか橋が良かったのか、何かいいものがあったなっていう記憶です。錦町の役場まではまだなんか 2,3 キロあるのかな。